札幌で車椅子バスケのメダリストがプレーするイベントが開かれました。札幌の北三条広場で開かれたこのイベントは、パラスポーツの普及に取り組む団体が主催しました。会場では車椅子バスケの体験会が開かれ、参加者は競技用の車椅子に乗ってドリブルをしたりシュートを打ったりしていました。こんな街中でパラスポーツができるっていうのはすごいいいなと思います。もともとバスケ部なんですけど、シュート届かないし難しいんですけど、なんかいいなと思います。また3対3のゲームも行われ、東京パラリンピックで銀メダルを獲得した鳥海連志選手や、リオ大会の金メダリスト、アメリカのローズ・ホラーマン選手がハイレベルなプレーを披露すると、会場は大きな歓声に包まれました。